もう先ほどからお話出てるようにもう私もディプロマを取ったら、うん、あのジャガジャガお客様が来るって思い込んでたんですね。で自宅 の、 あの一室からあの始めたんですよ、サロンをね。でオープンしました。ホームページももう自分で作って、うん、あのチラシも巻いて宣伝も終わりましたって言って、そこそこまあ新規のお客様がやっぱり来てくださったんですけども、うんうん、もうとにかく最初の半年間リピーター様がゼロだったんですよ。でこれはしんどいと、ずっとあの新規のまま経営を回していくのはもういつか破綻が来るなんていうのはすぐ分かったので、なんであの一人もリピーターしてくれないんだろうっていうのをこう思いか振り返った時に、やっぱりその学校で学んだ私の場合には解剖学を全く現場で使ってなかったんです。もうとにかくこなしで手順をあのやるだけがもう精一杯でお金をいただいてるっていう状態だったんで、体は見れない、結果ももちろん出せない、出たとしてもどうして出たのかわからないから再現もできないみたいな感じで、まあ今で言えばよくそんなでお金をいただいちゃってたなって思うんですけれども、あのなんかあれだけ一生懸命1年間ねかけて私あの学んだんですけれども、あのこう知識を解剖学の知識を使ってない自分はきっとおかしいんだと思って、そこからもう一回別の、まあ、師匠についてその解剖学と施術をこうつなげるリンクするっていうことをとにかくあの重点的にやってくださるっていう、まあ、本当に個人の鍼灸師の男性の先生だったんですけどについて、学んで、そしたらそれを学び始めてからもう本当3ヶ月ぐらいであのどんどんリピーター様が増えるようになって、こんなにその知識とその実技をこう結びつけてあのやるっていうことが大事だったっていうのに気がついて、自信もついてきますし、しっかりと解剖学が入ってるのでそれに基づいた根拠のある説明がまずできるようになったんで、接客トーク もうめちゃめちゃぐんと上手になったんですよね。で お客様との信頼関係がそこで構築されて、まあ、初のこう本当にリピーター様になっていただけるっていう、なんか一回一つやり方が分かれば同じことを繰り返していけばいいので、そこからどん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 あの増えていってリピーター様がもう1ヶ月先の予約が埋まるようになったっていうのは、おそらくもうその1年後ぐらいにはなってたと思うんですよね。でそこから3年ぐらいしたらもう自分 あの枠は満帆になって、ご新規の方が取れないっていう状況になって、そこから今現在16年間ずっと同じ状態が続いているので、お客様が、まあ、あのどうしてものご事情がない限りほとんどもう離脱はしなくなったので、一枠空いたら一枠ご新規の方を増やすっていう形にして、ずっと今も安定した、まあ、経営と集客がつながってるっていう感じなんですけど、私はその01になったのはやっぱり技術と知識がこう連動してサービスとしてお客様に提供できるようになったっていうところがもうめちゃめちゃ大きかったんで、今はもうほんとひたすらそこをセラピストさんに指導するっていうところにもずっとこうフォーカスしてまあやってるっていう感じです、はい、ですよね、はい。